始まるよ。どうも皆さん、こんにちは。タルバッコージョのアンドゥです。今回はこのコースで遊んでいきたいと思います。ドッスンロード、バネをうまく使ってドッスンロードを駆け抜けろ。さあやっていきましょう。このコースでクリア率は 0.06%。 まあ僕なら一発でいけてしまいますよ。とあはははということで早速やっていきたいと思います。多分こいつをこうやって使うんでしょう。もう慣れたもんですよ。とまあね、これ余興はあさっておき。はい、ほい、いいね。フォーエンからのフォーエン。いや、もう慣れてる。え、もういっちゃうよ。もう余裕ですよ。結局これも音ゲーってことか。投げて取って、投げて取って、ぴょぴょんからのぴょぴょん。いいよ。トンチンカン、タンチンカン、バンサンカンだ。みんなは焼肉のタレに何つけますか。くっそ。で、ちょっと早めに上げる、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 いいよいいよいいよ、いいよ、来てる、リズムに乗っちゃって、リズムに乗っちゃって、進んじゃってる、進んじゃってる、優秀優秀優秀、言うの言うの言うの、長くない、長くない、ちょっと長くない、何こいつ。待つことも大事、いい、恋人は、待つことじゃないの、奪うの、みたいな、ブルトンチームさんが言った名言、いい、使わせてきます、多分全然違うけど、許してください、ごめんなさい、今日という日は、そうですね、こう、今日という日は、置いて日柄もよく。いいぞ、いいよ、もうリズムに乗ってる、リズムに乗ってるぜ、ビートカモン。ドゥン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 、俺の名前はマリオ、ヘイ、俺の弟はルイージ、いや、ここから始まるぜ、マリオの順調、さ、なんだ、あれ、これ上から行けません、無理なんだ、シュシュ、はい、ミスんなよ、はい、折り返し地点来ましたと、なんかちょっと、なんかちょっと、なんかちょっと違う、なんか、左から帰ると、バレすり抜けたー、ヨーヨー、俺はドッスン、お前に言いたいことあるぜみたいなね。ドッスンがそんな話してるわ。いや、なるほど。ドッスンの声を聞きましょう。ドッスンとマリオの協力プレイ。これぞまさに友情の形。いや、ドッスン、このバネが君を好きなんだろ。そんな恥ずかしい顔しないで。こっちに来ておくれよ。ゲシュタルトを起こしてる。オッケー、一回待ちます、ここで。はい、からの、ちょっと待ってね。ほい、ゲシュタル東海起こす前に、早く走り抜こう。オッケーオッケー、ゲシュタル東海。ゲシュタル東海起こるよ。そろそろ切るよ。来てる来てる来てる。あと何台、あと何台のドッスンがいるの。はい、もう持ったらすぐ投げよう。持ったらすぐ投げよう。オッケー。いや、ちょっと我慢、ちょっと我慢。いや、我慢すんな、我慢すんな、我慢すんな。我慢すんな、我慢しなくて、我慢しなくて。いや、もう終わりでいい。バレないだって言ったのに。帰るまでが遠足。行こう。帰るまでが遠足だぞ、マリオ。帰るまでが、このバレの大切なところ。ちゃんと帰るぞ。ちゃんと帰るぞ。いいか、お菓子は30円までか、40円までか。いや、少なすぎるな、お菓子40円は。さすがにどこの時代だよ。さすがに300円でしょ。いや、バナナはおやつに入りますかみたいな。バナナはおやつに入らないのかよ。どうしてだよ。オッケー、みんな今数えてるんですよ。息で何体いたのか。19だから、こいつ合わせて19だったから18です。いきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、いいよ、11 12 13 14 15 16 17、あと1体きたー、やったぜー。おい、もうパーフェクト今なかった、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 じゃあね。じゃあ次のコースどうぞ。お、じゃあ次このコースで遊んでいきたいと思います。ショボンのアクション4ステージ。いや、ショボンのアクション懐かしい。なんかめっちゃ久々に遊んでみます。ショボンのアクション4ステージ。いや、本家でね、ちょっとだけ遊んだことあるんですよ。でも、4面までは行ったことなかった気がする。でもまあ、こいつは出すでしょ、とりあえず。あ。もしかしてこれ、出しちゃダメだったよね。じゃあね。くっそ。え、了解了解。わかった、こういうことか。うっ、よし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 。決まった決まった。いや、落ち着け。ショボンのアクションということは、初見殺しが多く配置されていることが懸念されますんで、懸念されますんで。それは初見殺しじゃないね。ナイス、落ち着け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 。いや、そこにはあったんだね。もう俺はノンストップインエネミーでいきますから。はいはい、こういうことよ。おっと、こいつはなんだ、こいつはなんだ。え、オンオフスイッチ、オンオフスイッチなんてこの世に存在した。え、なんだこれ、上に行けんのかな。じゃあ隠しブロックでもあんのかな。え、ないぞ。あし、そこで死ぬ。この上に続く階段みたいなのがある可能性がある。やっぱり、やべやべやべ、落ち着け。あ、落ち着きを持つ俺は強いぜと。落ち着いて落ち着いて、まだいいよ。そう、ゆっくりね、リズムに乗っちゃおう。ジャンプエネミー、ジャンプエネミー、オッケー。はいはい、3段目もあるぞと。あ、4段目もあっちゃって。なるほどね、こうやって叩いてここに落ちると。オッケー、しっかり見た。いや、これ上から行けんじゃない。
見つけてしまいました。ありがとうございます。お、中間取った、やったらっけ。死んだと思ったけど、そう見せかけて生還するのが俺の技。はい、なんだ、なんかいっぱい来た。でもすごい完璧にあれなんだろうな、きっとシャボンのアクション再現してるんでしょうね。いや、これ覚えてるわ、これやったことあるわ俺。ここでこうしてこうやっていくっていう感じだったはず。オッケー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 、めっちゃいるね。おい、オッケー、なんだこれ、何かあるか。毒キノコとゲスト出してしまった。でも見てください、これもういよいよ最終ステージ、さよなら。じゃあな、待って、しかしこのドアに入ったら 100% ここに落ちるけど、 1% にも満たない可能性を俺は信じてみたいと思います。行かせていただきます、ありがとうございます。ですよねー。ちょっと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 、はい、ここでゲストが来るタイミングで落ち着いて、まだ今危ないから、オッケー。あーあ、隠し場感じゃないの。ちょ、ゲストいらないわ、ありがとうゲスト、お前には用済みだぜ。じゃあな。なるほどね、ここに隠しブロックがあると。じゃあこっち側にもあるのかな。ちょっと待って、ファイヤー多すぎ、ファイヤー多すぎ、火飛びすぎ。ここにもあるんじゃない。ここにはないか、だからここにないから、こっちでジャンプして上に乗ればいいんだ。オッケーオッケー、来た、激アツ、ついに見つけました。これと希望のロード、走る B スイッチも、いや、え、勝手に B スイッチが反応したぞ。ここ橋だな、え、下に降りるべき。降ります、信じます。ここで勝手に P スイッチが反応するから、ここで右側に降りる。オッケー、決まったね。これでもう、これで俺は死ぬことはさすがにないです。ありがとうございました。そして綺麗にゴールさせていただこうか。じゃあねー。じゃあ今日はここで終わります。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼ってますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。